というわけで、無駄に壮大なオープニングから始まったんですけども、ちょっと注文していたものがですね家に届きましたよっていうことで、まあ、ここちょっとね住所とか、書いてあるからもう剥がしちゃったんですけども、タックルアイランドでネットで注文してねあるものを頼みましたというわけで、早速開封していきたいと思います。じゃじゃじゃーんと、はい、おお、来た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 、これ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 、はい、これねエバーグリーンのビートルーのですねサークルロゴサコッシュですね、これのレッドカラーと、グリーンカラーを今回買ってみました。というわけで、前なんか見たことあるよななんて人もいるかと思うんですけども、これね自分で、これは使ってるやつなんですけども、釣りフェスティバルの会場でですねエバーグリーンでいつもお話ししてる方と、いろいろ談笑したりね喋ってて、もしよかったら一つ使ってみますかっていうことでお預かりしたんですけども、今回ねハワイ旅行に行って、で自分こういうねおしゃれなこういうサコッシュとかねそういったものを、まあ持ったことがなかったんですけども、まあ、せっかくもらったしな、どんな感じなのかななんて思ってね持っていったらねすんごい便利だったんですよね。まあシンプルでね、まあ、ポケットここに2個にあったりしますけども、内側ねこういう感じの素材で見えますか、ちょっとした、まあ、簡易防水的なね処理が施されていて、でまあこう肩掛けの紐がついていてね、こんな感じのシンプルなサコッシュなんですけども、これね使ってみたらですね、ちょっとした例えば空港でその税関を越える時とかね、ポケットに金属のものを入れておきたくないななんて時に、まあ例えば腕時計とか鍵とか、あとはコインケースとか、まあその他もろもろね、そういったものをこの中にガサガサガサって入れて入ってね、こうね税関を通過したりとか、あとはですね、まあ泊まってる例えばホテルの中でね、海パン履いて移動する時とかね、ポケットがないなーなんて思ったら、まあこの中にね、まあちょっとした小銭入れたりとか、ほんとね、ちょっとしたものを運ぶのにね、非常に便利に使えたな。はたまた、まあ、釣りの時なんかはね、この中にフックとかね、ガサガサってね、こう詰め替えて、入れておいて、で、まあね、ここら辺によく使うスナップだとか入れてとかね、そんな感じ。もちろんね、釣りでも便利なんですけども、普段のね、移動の時に非常に便利だったな、なんて思って、で、まあ、結構これね普段プラプラ街とか歩くときはね、持ち歩いていたんですよね。そしたらね結構、お世話になってる方ですね、現地とかでこうお世話になってる人も、なんだそれかっこいいなみたいな感じで、全然釣りとか、しない人たちなんですけども、何便利そうだね、あなんかな、そんな簡単な防水とかついてんの、いいねいいねなんてなって、そんでちょっと贈り物もですね、お世話になったお礼にっていうことで、まあ全然釣りとか関係ない人なんですけども、まあこのブラック&レッドと、あとグリーン好きな人がいるんでブラック&グリーンね、こういう感じで、2色ねこれね買ってみました。で1個ねこれここに書いてあるけど2900円ってことで、まあ3000円税金入れてねちょいちょいで買えるので、この2つでまあ6000円少しっていう感じだったんですけどもね、この黒の赤とかねこのデザイン好きなんで、まあ自分で使いたいところなんですが、あこれはねちょっとこのまんま開封しないでちょっと梱包してね、送ろうかななんて思ってね、あもしねなんだそんな、いい感じじゃあ送るよみたいな感じでですね、とは言ってないんですけども、サプライズでちょっとこれね梱包し直して、そんでもって贈り物で送ろうかな。価格もねこれがまあ1万円とか、まあ1万5000円とかするものだとって感じなんですけども、ほんとねまあ値段もお手頃といえばお手頃で、そんでものすごいね褒めてくれたっていうか、それもどこで売ってんのみたいな、日本のまあ釣り具屋さんとかでみたいな感じで、まさかねこういう感じで釣りのメーカーのだとはね思わないみたいです。いくら説明してもね、そうなの、いいね
いいねみたいな感じでね言われちゃったんで、追加でね、まあこれはねあのエバーグリーンさんから大切なねお預かりしたものなんですけども、こっちはね、ちょっと自腹で購入して、いいもんなんでね送りたいなーなんて思ってですね追加で購入してみました。というわけで改めて、こういった入れ物なんですけども、あとねこれとねちょっと大きなサイズのバッグね、あれもあのおかっぱりとかまあいろんなところで使ってみたんですけども、非常にね内容量がちょうどいい、なんかそれぞれのバッグの内容量がね絶妙なんですよね。普段ね結構決まったバッグとか使って結構丈夫なやつ使ってるんで、まあバッグ入れ替えるのなんていうのはね、もう何年に一度しかないんですけども、今回まあこういったタイミングでこれ使ってみてね、地味にねこういうシンプルなものなんだけど、ここがダブルのチャックになっていたり、あとまあこのチャックのね締まりとか、ほんと細かいところ言ったらキリがないんですけども、まあ非常にね使いやすいなということで、でまあこんなねあの釣り子 TV っていうねおっさんがこれをおしゃれにこう肩からかけて、モデルのようにねあのドヤって感じでね、そんなやついっぱい撮ってもねなんか気持ち悪いかなと思って、ちょっとね、まあこれせっかくお預かりしたんで景色の綺麗なとこでね空撮なんかも導入してですね、こうバーってオープニングなんか撮ってみたんですけども、あまあ使いやすい一品ですっていうことで改めてね、そんでまた追加で、購入しちゃったんで、こんな色ですよっていう感じでねご紹介できればな。まあ何にもね変わってないんですけど、ここにビートルーのね独特なこのサークルロゴですね、これがバシッと配置されていて、これがねなんかアクセントになっていて、あとはねこの、その色によってチャック周りとね、色が変わってくるっていう感じ、レッドね、ほんでもってこっちがグリーン、なんかね全部ね色味がいいんですよね。まあ自分なんかおっさんだからほんと真っ黒とかでいいんだけどいいかなと思うんですけども、こういうねやっぱね、あまあバカンスですね、バカンス行った時なんかにこういったちょっとね、綺麗な色のものとかね、まあせっかくだからちょっと身につけてねプラプラしたらね、これは気分が上がるなということで、こんな感じで、あとねもう2色ありますね、青とかねあのピンクっぽいのとかねありますんで、5色展開で自分の好きな色が選べるっていうことで、本当まあ釣りにおいて言ったらね、本当もうこれ決め打ちだって、もうこのルアーしか投げないぞ、このワームしか投げないぞ、おかっぱりで人流しするぞなんていう時に結構ちょうどよくかさばらないサイズ感で、こう薄ぺたんとしているんで、なんだろうボディにフィットしてものが持ち運びやすいってね、釣り的に言えばそうなんですけども、釣りっていうよりもね普段のあのね町とかでね使うこともできるんじゃないかなっていうことで、まあ結構もう海から渓流から町からいろんなところに持っていったんでね、ちょっとねあの汚れてきちゃいましたけども、引き続きねこちら黄色はね大事に使わせていただきますっていうことで、今回はねこんな感じで、いろんな色が展開してるんで、そのねハワイでお世話になった人たちにちょっと贈り物としてね、準備してみたよっていうことで赤と、緑買ってみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、エバーグリーンのですねサークルロゴ、サコッシュ、これをね追加で購入してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。